処分を受けたのののは仙台社大の未来の森学園日本語科です出入国在留管理庁によりますとこの学校では2017年頃からおととし7月頃まで外国人留学生に対し就労のため退学する際およそ100万円から300万円の違約金を支払うとした誓約書を提出させ違約金請求をほのめかす発言もあったということです。 実際に支払ったケースは確認されていませんまた2016年頃からおととし12月頃までの間大学進学のために徴収していた保証金およそ30万円について留学生が就労を希望した場合返金に応じないケースがあったということです出入国在留管理庁は進路選択の妨害など人権の侵害に当たると判断し 日本語学校と認める告示を抹消しました。5年間、新たな留学生を受け入れることができなくなります。未来の森学園は、決定は不当であり、執行停止を求める訴訟を直ちに提訴するとコメントしています。そして、こうした問題の背景にあるのが外国人留学生の増加です。県留学生交流推進会議によりますと、 去年、県内での私費の外国人留学生は2278人。2008年に国が留学生30万人計画を策定してから、県内でも外国人留学生の人数は増えています。こうした背景があるんですが、異文化間コミュニケーションを専門とする明治大学大学院の根橋玲子教授は、 人数という数値目標が先にあり制度や受け入れ体制が整う前に増加が進んだ単純労働の人手不足を補うために留学生が流用されたことそれを飲み込んだ形でビジネスとして展開する日本語学校事情を知る知らないにかかわらず押し寄せる留学生というこういった構図が見られると分析しています。